初めて見る姿だな。どういう意味？なんというかロマンチックな姿だ。血まみれで包帯と薬に囲まれる君しか見たことがないからな。それはいつも仕事中に来るからでしょ。今はあなたを待ちながら結婚式用の花飾りを作ってたの。器用な手先だ。じゃないと困る、医者だもの。そういうものを作る方が好きだな。血が出ないし、より美しい。手術にも美しさはあるわよ。分かってる。ただなんというか、こんな場所では手術室よりも美しく見える。香炉は持ってきたか？もちろん。カバンに入れるのを兵士に見られるところだった。用途が分からなかったから、アンバーとアニシード、ジュニパーを持ってきたわ。どれも炊くと煙が出るものよ。ありがとう、役立ちそうだ。行こう。そうだな。何の豪華な墓所だったのね。すごいわ。ああ、崩れているのが残念だ。一族は没落していったから墓所の修繕にはお金は使えなかったのね。うわ、ちょっと不気味ね。無理についてこなくていい。ここで待ってろ。そうさせてもらう。もし何かあったら大声を出して。これは墓所どころか立派な霊場だな。勇気だな。死者への花向けに火を灯す古い風習だ。消す、ケスタティス。探してる人物じゃないな。古い墓石だな。碑文が風化してほとんど読めない。アレクシー、享年19、良き息子であり良き弟。うん、触れない方が良さそうだな。ブロジミール・フォン・メデリック、ボフミルとクリスティーナの子。これだな。儀式を始めるか。墓所全体の全ての部屋に香を焚き締めよう。
生と死、炎と地、世を去りし者よ、帰り来たりて聖者と共に歩め。友としてよみがえれ、我は敵ならず。世を去りし者よ、帰り来たりて聖者と共に歩め。友としてよみがえれ、我は敵ならず。この地の主よ、塵の中よりよみがえれ。友としてよみがえれ、我は敵ならず。生と死、炎と地、今度は火を灯す。炎と地、生と死、この地の主よ、我に答えよみがえれ。炎と地、生と死。見知らぬ男よ、なぜ私を呼び出した？俺はゲラルト、ブロジミール・フォン・エベレックの霊を呼びに来た。お前の素性や目的に興味はない。生きてここを出ることはできないからな。ブロジミールの霊か。孫を探してるのは誰？気にするな、ファノメイキだ。問題はなぜ我が一族の血を持っていたかだ。フォン・エベレック一族は血縁者の血がなければ蘇れない。そうだ。そして一族で生きているのはただ一人、オルギエルドだけだ。ならお前の孫に血を流させた男と話をせねばな、ケスタティス。ブロジミールじゃないんだな。彼の兄、オルギエルドに言われてきた。ブロジミールに会わせてやろう。だがオルギエルドとは二度と会えんがな。うるわ、オン・エベレックの一族よ、やつを取るぜ。この血のために。ここで死になさい。フォン・エベレック一族は立ちが悪い。お前は誰だ？尋ね人、ブロジミール・フォン・エベレック、オルギエルドの弟だ。ああ、自分の玉すらかけないことを忘れていた。まあ死んでからは大して痒くないけど。お前の一族と戦う気はなかった。恐らく死んでいても目は見える。あの気取ったクズどもを追い払う様子が見られてよかった。ばあさんも気にしなくていい。あいつらはもう死んでるんだから。でどうしてオルギエルドの血を持っていたんだ？もし彼を傷つけたならお前を殺す。もらったんだ、俺とオルギエルドの共通の知り合いから。ここに大事なようできた。俺は死んだ。外の世界のことに興味はない。お前のことにも他の奴のことにもな。
恋しいのは宴会と女くらいだが、まあどうしようもない。客は多いのか？それほどでもない、たまにだ。誰かが来た時は一族総出で遊んでやるからな。遊び好きな一族だ。確かにお祭り騒ぎと喧嘩への情熱で有名なんだ。フォンエベルック一族は代々戦って略奪してきた家風だよ。当然略奪には戦利品がつきもの。だからいつも豪勢に祝える材料だ。俺が生きてた頃はいろいろうまくいかなくなってたが、古傷をつついてもしょうがない。俺が死ぬ数日前、再び栄光を取り戻す方法を見つけたと兄さんが言ってたんだがな。お前の兄の依頼で来た。兄さんは元気か、ゲラルト。また一緒に遠乗りへ出かけたいものだ。その機会はおそらくないだろう。だが代わりに面白い経験をさせてやれる。死人にとって面白いことだ。面白いこと？何を考えているんだ？話せ。オルギエルドについてもっと知りたい。彼のことを教えてくれないか？最高の野郎、真の騎士さ。レダニア全土を探してもあんな奴はいない。飲み比べでも喧嘩でも最高だった。若い頃から一緒に略奪をしていた。本当に若い頃からだ。国境の村の奴らはオルギールドって言葉を聞いただけでズボンを濡らしたものさ。俺は兄さんの副官で、火の中でもついてくるような忠実な連中を率いていた。普通の盗賊と変わらないようだな。俺たち盗賊だって。口に気をつけろ。確かに喧嘩っ早い奴もいたが、オルギエルドは違うぞ。好奇心旺盛で、あらゆるものに興味を持った。兄さんは本に熱中し、絵画を崇めた。それに最も美しい娘を愛した。詮索する気はないが、どうやって死んだのか知りたい。ふん、遠慮するな。みんなそういう話が大好きだ。結末が自分の死でなければ俺も喜んだはずだ。それで何があった？略奪の時は習慣として長老の家を襲撃し、それから地元のアホどもに酒を持ってくるように命じていた。もちろんおさわりできるノリのいい女たちも一緒にな。すると悲しいことに奇襲があった。5対1の劣勢になって圧倒された。俺は殺された。ひっくり返った菓子のテーブルと石の床に挟まれて、卵の殻みたいに頭が潰れた。